明けましておめでとうございます。116ウィンズです。本年も当チャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、新年1本目はなぜか勝手に毎年恒例の企画としていますが、今年2023年に達成が期待されるマイルストーンをピックアップしていこうと思っています。昨年も区切りの記録マイルストーンを達成した選手が何人かいましたが、2023年も同様に大きな記録達成目前の選手がいます。そういった選手たちの記録をあらかじめチェックしておこうというのが今回の動画の趣旨ですが、果たして今年はどんな記録が達成されるのでしょうか。見ていきたいと思います。チェックする前に、まずは簡単に昨年2022年に達成されたマイルストーンも振り返っておきましょう。昨年は結構記録ずくめの年というイメージがありますが、なんといってもプホルスの通算700号、これは本当に嬉しかった。昨年動画作った時点でプホルスは所属先も決まっておらず、また果たして42歳のシーズンで2019年以降20本以上打った年がなかった彼が700号までに必要な21本も出るのか、これはかなり微妙なラインとお話した記憶がありますが、その後ロックアウトが明けた後にプホルスのカージナルス復帰が決まって、そして特に後半戦は全盛期を思い出すような大活躍で見事史上4人目の700号到達。後半戦プホルスの打席だけはどんな時でも見てしまうくらいには注目してしまいました。他にもミゲル・カブレラも引退後の殿堂入りをもうこれは決定づけたと言ってもいい通算3000本安打を達成しましたし、マックス・シャーザーが通算200勝、ジャスティン・バーランダーが通算3000投球回、ネルソン・クルーズが通算2000本安打達成などなど、記録の面でも昨年は結構印象的なものが多いですかね。そして今年もどんなマイルストーンが達成されるのでしょうか。次から達成に期待がかかるものをチェックしていきましょう。はい、まず一つ目はメッツのジャスティン・バーランダーの通算250勝ですね。達成まで残り6勝に迫っています。バーランダーは昨年39歳ながらトミー・ジョン手術から完全復活を果たしての18勝、また防御率も驚異の 1.75 と大活躍しまして、自身3度目となるサイ・ヤング賞受賞。その活躍のおかげでコンフ・メッツと2年総額8666万ドル、平均年俸はシャーザーと並んで史上最高額の大型契約を手にするに至りましたが、まあ2023年は40歳のシーズンとなるものの、メッツでもエース級のパフォーマンス期待されているところでもありますし、順当にいけば250勝はバーランダーなら余裕で達成できるでしょう。250勝到達となれば史上49人目、バーランダー以降おそらくですけど250勝に近づける選手はしばらく出てこない。カーショーがもしかしたらいけるかもくらいなので、こちらはぜひ達成してもらいたいところです。また勝利数に関しては昨年もピックアップしましたが、ドジャースのクレイトン・カーショーとカージナルスのアダム・ウェインライトもそれぞれ200勝目前のところまで来ています。カーショーが残り3勝でウェインライトが残り5勝ですね。カーショーは近年ちょっと怪我でフルシーズン投げることがなかなか難しくなってきていて、昨年中に200勝到達できなかったわけですが、ただあと3勝などでよっぽど大きな怪我などで今季長期離脱とかなければ達成できそうですし、ウェインライトについてもおそらく同様ですかね。ウェインライトは今季2023年シーズンが正真正銘彼にとってのラストイヤーと宣言していますので、キャリア最後の年に200勝という大きなマイルストーン、ここに乗せた上で有終の美を飾りたいところです。続いてはセーブ数400セーブの大台にフィリーズのクレイグ・キンブレルとレッドソックスのケンリー・ジャンセンが目前に迫っていまして、キンブレルが残り6セーブ、ジャンセンが残り9セーブとなっています。キンブレルに関しては昨年もピックアップしまして、で開幕前にトレードとなったドジャースでクローザー起用されていましたので、これはもしかしたら昨年中に400セーブいけるかもと思いましたが、1年通して本調子とは言えない状態だったがゆえに達成は持ち越しに。今季からフィリーズでプレーすることになりますが、フィリーズではおそらく年間通してクローザー起用とはならないでしょうから、残り6セーブとはいえ達成できるかはブルペンの状況にも左右されそうで、少し微妙かもしれませんね。一方で今季からレッドソックスでプレーするジャンセンについては、引き続きクローザーで起用される見込みなので、こちらは何か不測の事態が起きない限りは、今季中に400セーブいけそうですかね。2人揃って今季新天地でプレーとなりますが、新しいチームで大記録達成となるでしょうか。続いては奪三振。こちらは今季達成できるか少し微妙な感じですが、ザック・グレインキーが3000奪三振まで残り118に迫っています。すでに可能性は相当高いと思いつつも、これまで史上19人しか達成していない3000奪三振到達となれば、グレインキーの殿堂入りはもはや議論の余地なし、ほぼ確実なものになると思っていますので、ぜひとも達成してほしいところ。ただ昨年久々にロイヤルズに復帰したグレインキーは、完全に技巧派の投球スタイルにシフトチェンジしたことで、奪三振のペースが大幅に低下。昨年137回を投げて73奪三振、奪三振率にして 4.8、当然ながら彼のキャリアで最も低い水準となっていまして、昨年と同じペースでしか三振を奪えないとなると、今季中の達成は少し厳しいかもしれませんね。
現在 FA のグレンキーは今季も現役続行の意向を示しており、また昨年26先発で防御率 3.68 と、まだまだ投げられることは証明していますので、今季どこで3000奪三振への挑戦を進めることになるでしょうか。この他奪三振ではヤンキースのゲリット・コールが2000奪三振に残り70まで迫っていますので、こちらについても注目したいですね。打者の記録も見ていきましょう。打者については昨年のプホルスの700本やカブレラの3000本安打級の大記録に迫っている選手はいませんが、2000本安打の達成が今季一気に5人出るかもしれません。エルビス・アンドラスが残り3安打、アンドリュー・マカチンが残り52安打、ホセ・アルトゥーベが残り65安打、フレディ・フリーマンが残り97安打、そしてエヴァン・ロンゴリアが残り117安打となっています。アルトゥーベとフリーマンにとっては2000本安打はキャリアの通過点に過ぎず、近年の彼らのパフォーマンス考えればまあほぼほぼ今年達成できるだろうなと思っていまして、アンドラスとマカチェについても今のところ2人とも FA ですが、契約先さえ決まってしまえばおそらく問題なし、ロンゴリアだけちょっと今季微妙かもですね。近年のロンゴリアは怪我などの影響もあってシーズン117安打以上を最後に記録したのが2018年のこと。先日ダイヤモンドバックスとの1年契約に合意したと報道出ていましたが、今季が37歳のシーズンと年齢的にもキャリアの終盤に差し掛かっていますので、どうにか2000本に届いてほしいという思いが個人的にはある選手ですね。そして300ホームラン目前の選手も4人、ノーラン・アレナドが残り1本、フレディ・フリーマンが残り8本、アンドリュー・マカチェンが残り13本、そしてブライス・ハーパーが残り15本に迫っています。こちらは全員達成の可能性もそれなりにありそうで、マカチェン以外は300本にとどまらずまだまだ記録を伸ばしていきそうな印象。フリーマンとマカチェンは先ほど2000本安打にも迫っている話をしましたが、2023年は2000本安打に300ホームランのダブル達成という節目の年になるのでしょうか。あとはハーパーの300本達成に関しては、トミー・ジョン手術からの復帰時期がいつになるかにもよって、達成できそうか変わっていきそうですかね。昨年11月に手術を受けたハーパーについて、今のところ具体的な復帰時期の発表はありませんが、一般的に野手のトミー・ジョン手術は投手ほど復帰までに時間を要しませんし、オールスターまでに DH として戻れるかもなんて話もありますので、そうなれば達成の可能性も高そうですが、どうなるでしょうか。ということでマイルストーンをざっと見てきました。今年も達成に期待がかかる記録盛りだくさんな印象を受けましたが、2023年は一体どんな年になるのか、個人的にはグレンキーの3000奪三振とロンゴリアの2000本安打、こちらぜひ今季見たいなと強く思っているところですので、なんとか2人には達成してもらいたいですね。開幕まであと3ヶ月ほど、今年はその前に WBC も挟んだりと、野球が本当に面白い1年となりそうですが、野球の季節が今から待ち遠しいです。当チャンネルでは今年も MLB に関して面白い動画を発信できればと思っていますので、ぜひともチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。